イスラエルによるパレスチナ・ガザ地区への地上侵攻が近く始まるとみられる中、タイの首都バンコクでイスラエルに反対する市民らによるデモが行われました。抗議の声を上げるために集まった人たちで道路が埋め尽くされています。バンコクで21日、数百人がイスラエル大使館の入るビルの前に集まりました。デモに参加した人たちはプラカードを掲げ、イスラエルに対しガザ地区へ侵攻しないことなどを求めました。一方、タイの外務省によりますと、イスラム組織ハマスがイスラエルを襲撃して以降、30人のタイ人が死亡し、16人がけがをしていて、今も19人が人質になっています。